一時帰国中の日仏家族、初めて四国にやってきました。行くところ行くところ、それはもう日本食が美味しく、魚の出汁が入っている食べ物は食べられないお父ちゃんにまさかの展開が。最後までご覧くださいね。今のうちにご登録よろしゅう。前回の動画の続きで、岡山県にいます。観光が済んで大満足の後、その夜にとんでもないことが起きたのです。すみません、生ビールをもう一つください。以前から動画をご覧になっている方はご存知だと思いますが、お父ちゃん、海の食べ物すべて食べられないのです。野菜嫌い父ちゃんがもりもり野菜食べてます。おいしい、おいしいね、おいしい、うん、おいしい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 、うなぎがピーンなってるの。妖怪が来た、妖怪が来た。大きい。頑張って食べてね。大きい。うん。いいおいしい。マミ生ビールまだ。岡山最高。美味しい。美味しい。ごちそうさまでした。はい。ホテルに帰ってデザートタイム。どう？おいしい？ちょっと向けた。うん。あ。うん。ちょっと。ね。いや、このまま美味しい。うん、本当に美味しい。美味しいで。うん。岡山から瀬戸大橋を渡って走る特急潮風に乗って四国まで。瀬戸内海に浮かぶ島々、なんとも綺麗な光景です。見た？香川県の高松駅に到着。おにだー。おにやって親切な青鬼くん、青鬼くんやって。でも青鬼くんやけど。さぬきうどん。はい、高松に来ました。さっきね、高松の方に声かけられて、マカランちゃんですかって言われましたよ。ホテルのスタッフに聞いた地元で有名な美味しいさぬきうどん屋へ。580円で。
ドゥズバイです。ハモテンもある。ハモテン、あ、ママハモテン食べたいね。ママ、うん、寿司な。中は活気にあふれていて、たくさんのサラリーマンや OL の方たちが列をなしていました。お母ちゃんは冷やしうどんにハモテンととろろをトッピング、マカロンちゃんは冷やしおろしうどんとおにぎりといなり、お父ちゃんは温かい牛肉うどんとかき揚げ。これな、ソースかけて。あ、いいよ。ソースかけんの。ソースかけんのよ。チーズ。いらんソース。いらんの。うん、塩とかかけんでいいの。いらん。美味しいこれ。そうかな。うん、美味しい。これは辛いの。マミちゃん、実はお父ちゃんの苦手な魚のだしが入っているとは伝えていないので、お父ちゃん知らず、もし言ってしまうと最初から食べません。お父ちゃんは果たして気づくのだろうか。レグドに3番目魚だし、まあ、しゃあね、うん、トルサメだ。お醤油。何？ちょっとかける？うん。これ？うん。お父ちゃん、魚の出汁と分かっても食べ続けられるとは、フランスではありえない光景です。待ってよ。大きいこれ。大きかった。ごめん。なんで？ごめん。間違った。まあ。Tu manges pas le bon maintenant? Il est bon. すごい美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。オッケー。で、次から今度は何を食べる。そう、食べるんだよ。朝からね。早いね。よし、惜しい、惜しかった。どこがおすすめ。おすすめ、ここ、はい、すごい人並んでたね。おお。あ、それはでも分かった。ね、お父ちゃんほら、あの食べれた、出汁でも、魚の出汁でも食べれた。食べた。ブラボー。で、マノンちゃんも、全部食べた。マノンちゃん、どうでした？美味しい。
しい。あ、こっちこっちこっち。惜しかった。惜しかったね。惜しかった、惜しかった。また来てください、お姉さん。お父ちゃんのおすすめです。イエーイ。はい、こっか。イエーイ。うん。あっちょ。うん。ね、ショーとね、大しかなかったのメニューが。ほんで、お母ちゃん間違えて大に頼んだんやけど、はい、お父ちゃん食べたん全部。びっくりした、それ。惜しかっただから。惜しかっただからな。全部食べた。まだまだ日本回りますよ。いいね、ご登録、よろしゅー。いつもおおきに。